い、どうもこまるわです。まず最初のコース、横向きの1の1やってみたいと思います。お、これ普通に地下だね。ここから入ると変わるのかな。入ってみます。さあ、横向きになってるのか。あ、なってる、なってるけど、お、これ自動スクロールなのか。よいしょ、オッケー。あ、クリボーもいて、でも向きが違うから無理やり重力に逆らおうとしてるね。ここはまず入れない。え、ちょっと怖いんだけど、下一気に落ちちゃうのかな。キノコ取って、落ちてか。あー、そうなるのね。落ちすぎても死ぬか、難しいな。オッケー。このコースね、クリア率がたった 5% しかなかったので、なかなか20回に1回クリアできるくらいかな。ちょっと待って、無理やりトマトが這いつくばってるな。ここは捕まるのか。1回 OK。 よしよしよし、穴がもう穴じゃないな。あー、ちょっと待って、それずるくない。よし、戻ってきた。さっき無理やりスクロールで落とされたけど、今回はぴったりいけると知ってたらいけるんです。あ、上のキノコがどんどん上に行っちゃった。これは乗っていくのか。あ、なんだ、キノコ取っちゃったよ。やばい、不利じゃない。ちょっと待って、1、2、はい、ストップ。オッケー。で、ここはどうするんだ。乗る、ストップ、オッケー、乗る、オッケー。で、こっちに一旦移っておいて、何が来る、何が来るんだ。オッケー、クリボ踏んで、オッケー。で、こっちへ一旦移って、いや、乗れるかな、そこ。オッケー、乗る、オッケー、オッケー、入ったぞ。で、この後穴があるやつだよね。だから穴に入っていきたいところではある。オッケー。で、ここが穴がある場所で、その次は土管だな。え、ない、え、ないよ、何もない。大丈夫、いった。オッケー、危ない、入れない。オッケー。あ、入っちゃった。どこに行くんだい君。あ、こっちにゴールがある。じゃあ下に入ったらどうなるんだ。え、入っちゃった。こっちにもゴールあるのかな。え、な、あ、ないね、ない、ない、ない、よかった。あー、はい、一応こっち見てみる。はい、何もなさそう。わたたたた、はい、じゃあゴールありがとうございます。面白かった。1の1ツイタンコース、1の1スピードランということで、1の1のスピードランやってみたいと思います。いきます、3、2、1、ゴー。さあ、普通に1の1っぽいけど、コイン通りに行けばいいっぽいです。よいしょ、オッケー、オッケー。あ、入った方が良かったのかな。なんかね、時間がめちゃくちゃギリギリらしいです。おー、本当になんかスピランやってるみたい。あ、止まった。6、5、4、3、やばやば、2、1、間に合わないぞこれ。0、いきます、3、2、1、ゴー。オッケー。まずコイン通りに辿っていくと、ジャンプで、このまま走っていく、ジャンプジャンプで、ここ走る、ジャンプジャンプ、オッケー、ジャンプ、オッケー。コイン通りにスムーズに行っております、今のところ。さあ、間に合うのか、間に合うのか、なんだなんだ、さっきとは別のルートで。さあ、間に合ったか。どこに行くの。ちょっと待って、ゴールした。え、ゴールしてる。いつの間にゴールしたの。ありがとうございます。ついてのコース、オンラインマルチラグシミュレーター、ブンブンをすべて括弧4体倒してからゴール。こちらのコースなんですが、なんかオンラインのみんなでバトルとかでラグが起こった場合に、まあ、どのくらい重くなるのかを再現したコースっぽいです。とりあえず今、上にアンテナの数かな、これが今アンテナが3になりました。ちょっと遅くなっただけだね。で、こうやってなんかバネの数で圧縮して、だんだん画面を重くしてるみたいです。まあ普通に今のところはジャンプできますが、2になった。ちょっと重くなってるね。ファイヤーのタイミングも若干遅れて、消えるまでの速度も変わってます。あ、ジャンプもちょっとふわふわになってきたぞ。そして1来ました。さあ、ここまでラグいと、さすがにもう YouTube も見れないほどラグいですが、まあラグっていうのはまあ遅いって意味かな。だいたいスプラトゥーンとかでも、なんかラグが起こってる人はいきなりパッと飛んだりします。え、待って、この状態で戦うの。はい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 本当に重い状態で戦うのか。オッケー。これを4体倒すとクリアみたいなんで、倒せるかな。重たいぞ、重たいけど僕ラグに関しては得意かもしれない。さあ、タイミングよく行かせてもらいます。オッケー、クリアー。ちょっとゴール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 、はい、ゴール、ありがとうございます。ついてのコース、トライトゥーダイということで、このコースは絶対に死ぬことができないコースみたいです。やってみたいと思います。え、死ねるくない、これ。あ、いけないと、そういうことね。オッケー。どこかで絶対死んでみせる。あー、くそ、今のも若干タイミングよくいけば、これは絶対死ねない。こっちはダメだな。上も、あー、上いけたらな、ドッスンにいけたのにな。仕方ない。え、これ死ねるじゃん。あ、ダメか。こっちは、あ、これ下に行くしかない。あー、挟まりたい、すごく挟まりたい。あ、挟まる、挟まりたい。あー、くそー、僕を挟んでよ。ちょっとどこ行くの君。これがコインが、変わって下へ入れると、絶対どこかで死んでみせる。これいけるじゃん。
あ、ないのね。オッケー、仕方ない。こっちは？これはさすがに死ぬでしょ。あ、そっちは変わるだけなのね。これは？なにこれ？え？ここで待ってたら死ぬんじゃないの？なんか切り替わって死んだりしない？待って。なにこれ？火の中入ってるじゃん、普通に。どういうことだろう？で、上に行って、そんな裏技があるのか。これは届きそう。届いて走ったらいけるんじゃない？せーの、はい。いや絶対届かないのか。よいしょ、はい。めっちゃ届きそう。はい。いや届かないな。仕方ない、先行こう。どっかで死ねるでしょう。これ届くんじゃないの？走ってきて、せーの、横向いたこいつ。よいしょ、あー無理だ。こっち行くしかない。あんだけ近くてやっと作動するくらいなら多分無理でしょう。下へ落ちたら、え、死んでないのか。あ、待って、死ね、あー死ねなかった。今挟まろうと思ったのに。こっちは、せーの、右へ行く。まあ、今死ねるとしたらどこは死ねるかな。あ、わかった、死ぬ方法。タイムアップだ。タイムアップを狙えば絶対に死ねる。あー、くっそー。はい、ということで僕は死ぬことができませんでした。ゴールしてから殺されると。ありがとうございます。続いてのコース、クラウド&フラワーランやってみたいと思います。どうするのこれ。OK 1、はい、どれか乗ってどれでもいいよ。ここ一旦乗って誰か乗せて。ちょっと、あ、やばい、これやばい、これやばい。オッケー、よし。届いて君、そっち。マリオ行くぞ。マリオを背負って行くと。ちょっとみんな仲良しか。そうよ、協力しよう。ジャンプ、オッケー。協力する予定だから。そうだよな。協力しなきゃいけないよな。ねえ。ちょ、どいて。マリオ。あ、ごめん。はい、いいよ。出していい。オッケー。ちょっと僕の分でしょ、あれはさすがに。鍵がそこにあるってことは、この辺でゴールか？なるほど。だったら、そこが、なるほど。左上があるな。ちょっと僕もフラワー欲しいんだけど。ちょうだい、フラワー。マリオ、僕の分、お願い。泣きそう。ちょっと。誰か協力しよう、本当に。いてー！それは当たるのか。よし、行くぞ。よいしょ。よし、やっと取れる。これファイヤー取って、で、確定で右だな。確定で右から行く。スイッチはあそこにある。知ってるから。なるほどね。スイッチ取りに行った人が負けるぞ、これ。オッケー。スイッチ取りに行くんだ、誰か。さあ、誰か押せ、スイッチを。オッケー。いけないよ、ここ。どうやるのとか打って、分かってないふりをしよう。どうやるの、分からないよ。誰か、助けて。誰かそこのスイッチを押して。助けてください。ねえ、そこ、キノピコとルイージ、押して。そこの上にあるでしょ？あ、待って。大きいままじゃいけない、これ。気づいてよかった。小さくなろう。オッケー、ナイス！ありがとう。ちょっと待って。オッケー、入った。で、右。コイン通りに行こう。コイン通りに行って、オッケー、ありがとう。上だな。しかもこれ、上から降ってくるか、そのまま終わるパターンだな。ジャンプ、オッケー、ありがとう。よいしょ、ありがとう。飛ぶ！ほい、ほい。あー、くっそ！ちょっと！パック、ナイス、カロン、ナイス。そこで門番やってくれ。みんなで門番やってくれ。オッケー。おー、あと一人。ルイージだけ。ジャンプ！あちょっと！そこ、キノコなんだよね、多分。そうなっちゃうから。キノコ取って、すり抜けが正解かな？よ
走って思いっきりジャンプ、そのまますり抜けます。オッケーオッケー、ゴール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 、誰誰誰誰誰、キノピコ、ん、キノピコ誰だ誰だ、キノピコ、あー勝った勝った、やったー。